橋本進む、橋本進む、橋本た、すく、1976年5月1日台は、愛媛県宇和島市出身の元プロ野球選手、保守。右投げ左だ。愛媛県立宇和島東高等学校に在学中は、2年時に平井誠史とバッテリーを組む、の、第66回選抜高等学校野球大会に、出場し、ベスト8まで進出。 高校通算40本塁打の強打力を買われ、1994年度ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから3位指名を受けて入団。は、新人時代から小野真吾とのバッテリーを中心に、77試合に出場。課題とされたスローイング技術も、山中清の指導によって飛躍的に向上を遂げる。当時の聖保守は、清水紹介だったが打撃に難があったため、 高校時代から打力があった、橋本や里崎智也が起用される機会も多かった。打順も清水が8番か9番に固定されていた一方、橋本や里崎は、この時期から、クリーンアップを打つこともあったあ。ボビー・バレンタインが9年ぶりに監督に復帰したからは、相手先発などに合わせて、左打ちの橋本と右打ちの里崎が併用されるのが、基本方針となった。 この年は橋本が正捕手に最も近い存在で自己最多の93試合出場13本塁打を記録した。は逆に里崎が正捕手格になり、橋本の先発試合は相手先発が右投手の時に限られた。ただし先発が右投手のも里崎が先発することもあったために出場数は72試合だったが高い出塁率やしぶとい打撃。 安定感のあるリードで、投手陣を支え、出場試合での勝率、防御率では、正捕手を争う里崎をしのいだ。明るく、積極的な里崎、地味ながら堅実に貢献した橋本という、対局的かつ、個性、実力ある二人の捕手の併用は、この年に、ロッテが31年ぶりのリーグ優勝、日本一に輝いた、原動力の一つで、バレンタイン独特の選手起用術、 ボビーマジックの象徴とも言える。この年から始まったアジアシリーズでは日本人第1号本塁打を放った。もともとアンダ数の割に支球が多いのも特徴だったが、この年は52アンダに対してほぼ同数の48支球を選んでいる。その結果、打率は里崎よりも5分近く低いが、出塁率は逆に橋本の方が3分以上高くなった。里崎が 規定打席に到達した和風本位な成績で2006年は打率が1割5分を切り2007年は本類打例であった。ただしこの頃からベニーアグバヤニなどの外国人野手の成績が下降基調になってきこともあり相手先発が右投手の時に指名打者として起用されることが多くなっていく。わさとザキが開幕早々に故障して指名打者で起用されたため 序盤戦は橋本が正捕手を務めた。チーム全体が開幕から打撃不振だったことと5月4日に里崎が故障の悪化によって降格したことから5月7日の対オリックスバファローズ戦では初めて4番で先発出場した。ところが4番2試合目となった5月9日の対楽天イーグルス戦で負傷退場して約2ヶ月間の戦線離脱。さらに同日には 第三保守の田中雅彦も登録抹消されていたため、9日が一軍初出場だった。金沢武氏がしばらく先発出場せざるを得なくなり、チームがこの時期を大きく負け越す一員となった。復帰後は7月24日の対北海道日本ハームファイターズ戦で先発、ダルビッシュ有から先制決勝満塁本塁が9月7日の対福岡ソフトバンクホークス戦では守護神名。 原高弘から同点満塁本塁打を放つなど、徐々に復調していった。前半戦の出遅れが響いてチームはこの年4位に終わったが、最終的には打率。311、11本塁打、55打点と自己最高の成績を上げ、出塁率も4割を超え超打力と選球眼を合わせ持った橋本らしさを発揮した一年となった。また、 この年国内 FA 権を取得し、橋本は移籍した場合、ロッテへの保証が不要な年俸、C ランクだったことも、あ、注目選手の一人に挙げられていたが、FA 宣言せずに、ロッテに残留した。は、再び里崎が、正保守的な立場になり、橋本は、指名打者としての出場があるじになったが、シーズン初本塁打が9月になるなど不調で、 自己最多の94試合に出場したものの打撃成績は前年よりも大きく打ち込んだ。この年は海外 FA 権を取得したがシーズン終了後の11月10日に正捕手として出場できる環境を求めて FA 宣言。これに対しこの年捕手で一番多く試合に出たのが新人の西山田武志だなど深刻な捕手難だった横浜ベイスターズが獲得に 動き、二十七日に年俸七千五百万円。出来高の二年契約で、横浜入団が発表された。背番号は十は、正保守として、開幕を迎えたが、打撃の調子が上がらず、盗塁も全くさせないなど、講子ともに振るわなかった。次第に、細守山田や竹山慎吾に先発出場を譲る試合が、多くなっていたところへ、4月23日に、右肋骨骨折で、 登録なっしょう。6月9日に一軍復帰したが、その後も橋本が不在の間に結果を残した竹山が主戦保守となったため出番は限られ、さらに二度の降格を経験した。オフに背番号をロッテ時代につけていた33に戻ることが発表された。はシーズン開幕前に悪化した持病の腰痛の 回復が遅れたこともあって1999年以来12年ぶりに一軍出場なしに終わり10月9日に戦力外通告を受けた橋本は現役続行を希望していたがシーズン終了後にコシフヘルニアの手術を受けた影響で12球団合同トライアウトは受験できなかった2月9日に橋本の出身地である愛媛県にある 愛媛マンダリンパイレーツへの入団が発表された。愛媛では元 NPB 選手として若い選手にアドバイスを行い、監督の星野治からは練習への取り組む一つとっても若い選手のいいお手本になったと評された。橋本自身は指導する立場を経験できたのは今後の野球人生にプラスになると述べてる。2012年のシーズンで愛媛を退団。 この年の合同トライアウトを受験したが獲得に動く、球団はなく、12月9日に現役引退を表明。現役引退後は、韓国の人気シューズブランド、アイラブフラットのフランチャイズ店の店長として、お勝町駅前で働いていた。また、元同僚である、立川隆のブログにも掲載されている。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、 翌2017年2月7日に日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。